はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はラーメン会、しかもね、僕がずっと来たかったお店さんでございます。本日はですね、こちら町田にございます天国屋さんに訪れております。ラーメン好きの方はもう知ってる方も多いと思うんですけれども、めちゃくちゃ人気店でございます。で、なぜ本日はですね、僕がこちらの天国屋さんに訪れたかと言いますと、実はですね、もうだいぶ前からすごくお世話になっておりまして、もともとですね、今日撮影に来ているこの店舗の前に、お店を別のところでやっておりまして、今回のはね、移転後の店舗なんですけれども、その移転前の店舗から、子供にね、ラーメンを直接作ってもらって食べてもらう、そのね、食育をできる子供教室のようなね、まあ自家製ラーメンを作るね、教室をやられていたんですよ。ありがたいことにですね、その教室の方に僕も以前お呼びいただきまして、何度かですね、のお子様たちと一緒にこのね、天国屋さんとラーメンを作ったりと、もすごくね、貴重な機会をいただきまして、で、そこからですね、一緒に飲みに連れて行ってもらったりとか、講師ともにね、お世話になったんですけれども、恥ずかしながらですね、撮影は初めてでございます。なので本当に念願なんですけれども、本日はですね、こちらの天国屋さんで提供されておりますラーメンを3杯いただいていこうと思います。もちろんですね、特別こうすごいデカ盛りとか大食いというわけではなくて、通常ですね、提供されているメニューを皆様にね、ご紹介する形で食べていこうと思いますので、早速ですね、ラーメンの方作っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、いただきます。ということで、本日のですね、1杯目が到着いたしました。1杯目にいただきますのが地鶏ラーメン醤油ということで、もうね、来た瞬間からこのたまんない匂い、早速ね、いただきます。いや、念願なんですよ、本当に。うわ、待って、ちょっとスープ止まらない。まあ、じゃあこちらね、店名にもございます、このね、麺いただきましょうか。うまい。このすすった時の香りね。うん。ああ、見てよ、このまた贅沢なチャーシューですよ。ブリブリ、うん、またこの豚のチャーシューも大判で、これたまんないっすね。今ね、もうこんな感じですぐ具材食べ終わっちゃったんですけど、ちょっとこれはすいません、行かせてください。うまかった。あのですね、ちょっとこれ本当に言葉を失うぐらいやばいですね。スープだけだとこの醤油のね、若くていいこの酸味のある香りから急にね、麺とすると熟成した甘みのような、そんな香りの変化がございまして、でそこにね、このチャーシューだったりとか、その他のトッピングの香り、で味と、で何よりもまたね、お肉の食感だったりとか、もう本当に全部がすごい。でこのね、もちっとプリッとした麺、これ一回味わってください。思わずね、飲み干しちゃいました。やばい。はい、すいません、ありがとうございます。緑とミルク、はい、
ということで本日ですね、2杯目のラーメン、こちらでございますね。2杯目いただきますラーメンが地鶏とトビウムを使ったラーメンということで、こちらもね早速いただきます。もうスープが黄金なのよ。うわーうん、ま、磯系がメインの風味なんだけど、しっかりとね鶏の旨味も入ってるし、優しいんですよね。今日もやばいな、ちょっと好みすぎてちょっとリアクションがでかいかも。でもうまいんだから仕方ないよね。そしたらこちらはね、先ほどの麺と違って手もみ麺ということで、お肉もレアめなんだけれども薄切りになってまして、麺と一緒に食べると温度でさ一緒に溶けてくの。比喩表現とかじゃなくてマジで溶けてます。このね岩のりとあえてちょっとこれいただきましょうか。あのね、僕の中にある言葉の引き出しが出てこなくなるぐらいうまい。あいや、ちょっとすごい。トビウオの旨味の深さと、この白醤油のコクといいますか、そこにね、やっぱりチャーシューだったりとか、岩のりだったりとか、豚感、で、海の感じ、で、ここがね、どん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 具材として、この合わさることで、前半はこう、優しくて、じわっと広がるラーメンなんだけど、後半につれてね、ガシッとくるのよ。あー、もうね、ちょっとね、これ、わかんないと思う。言葉じゃない、伝えきれないから、食べてください。ありがとうございます。うわということで本日最後にいただきますメニューがこちらでございます。今までのですねメニューと違い油そば系ということで、この麺以外にもこのスープと卵がついておりまして、自分なりにいろいろな食べ方しても大丈夫ということなんで、早速ですねいただきたいと思います。一応あのお店さんおすすめのといいますか、まあ、こういう食べ方できますよっていうのもお伺いしてますんで、それもちょっと試しながら食べていきますね。美味しい醤油返しと香味油とかな、シンプルに一番この麺をうまく食える、本当にやばい。いろいろアレンジしたいけどここだけでなくなっちゃいそう。まずね、一つ目のおすすめの食べ方として、このチャーシューをですね麺にくるみまして、これをいただくということで、やっぱね、さっきもお話しした通り、ほんとね麺と同じタイミングで一緒にチャーシューが溶けていくのよ。もう一回いっちゃいたいな、麺なくなっちゃうけど。ちょっと続いてですね、このスープ、一旦このスープとしていただきつつよ。一度つけてつけ麺風でもいいってことなんで、こちらでね。うますぎ。でこのメニューにはね、あの締めにご飯があるみたいなんですけど、もちろんこの卵をね TKG として最後かけてもいいんですが、一度ねちょっと一口だけここにつけてみましょうか。せっかくなんでこれね、チャーシューと一緒にね。
メだ、うますぎる。でも止まりません。ただいまですね、もう一瞬麺具材は完食させていただきました。この後ですね、追い飯がございますので、最後ね、この残した、わざと残したね、この玉ねぎやネギとあえて食べていきたいと思います。ただいま、こちらですね、最後の追い飯ですね、いただきました。こちらの方に入れまして、ふわ、これご飯混ぜてと、あえてですね、卵は後掛けで、うわ、だってこれやばいかも。うわ、ラーメン屋さんの締めでこんなに優しくて美味しい締め食べたことないわ。ということで、本日はですね、天国屋さんでこの美味しいラーメン3杯いただいてまいりました。うわー、僕なりにいろいろと味と説明したつもりではございますが、おそらくね、僕が感じた感動を6割程度にしかね、伝えきれてないと思います。皆様がこの動画を見てくださって、食べたいなとでイメージされて、こうお店に来ても、そのね、4割増し以上に美味しさのハードルを超えてくると思います。もともとですね、オープニングでもお話ししたように、お子様に向けたね、このラーメン教室一緒に参加させていただいた時にですね、店主さんがお話ししたんですけれども、毎日ね、食べに来ても健康で飲み干せる、そんなね、素敵なラーメンを作るんだなんていうお話も伺っておりまして、これ今日食べたところね、もうその構成気持ちっていうのがね、全て伝わりました。本当にね、飲み干しても健康で美味しくいただける、そんなラーメンでございます。で、こちらのね、天国屋さんは週末ですとかゴールデンウィーク中ですとか、どうしてもこの混むことが予想されるような日にちに関しては、整理券を配布しておりまして、これね、お店の目の前がね、大きなモールになってるんですよ、お買い物とかができるような。なので、週末とかにですね、まあ、お父様がちょっと早めに、整理券を取っていただいて、待ってる間にね、向こうのモールでお買い物とか、楽しみつつ、家族でですね、天国屋さんのラーメン食べていただきたいなと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらはね、合わせて概要欄からチェックしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、絶対に来てね。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。動画でもお話ししましたけれども、こちらの天国屋さんですね、移転前からお子様にこのラーメンを作ってもらう。しかもこの店主さんがほぼほぼ手を加えずに、本当に子供だけでお買い物からラーメンの完成までみんなにやってもらうみたいな感じでですね、自分で作った料理をお友達同士で美味しいねと食べながら、まあ、いわゆる食育ですね、そういった活動をしている店主さんでして、その店主さんが作るこのラーメン、本当に素晴らしい一杯ばかりでございました。気になる方はですね、ぜひこちらの天国屋さんで美味しいラーメン食べてみてください。で、まあちょっと子供にまつわるエピソードということで、本日の雑談コーナーですね、最近、僕今もまあそうなんだけど、だいぶ夜型になってまして、現在の時刻ですね、 AM 3時20分というのも、まあ、ちょっと理由があってですね、なんかこう最近さ、 YouTuber さんとかでもいろいろとこう熱が続くとか、体調不良で長期休暇を取られてる方とかも多いじゃないですか。で、 SNS とかを見ると、世の中的にもね、こうなかなか治らない風邪みたいなのがかなり蔓延してるようなね、お話も見受けられるんですけど、うちの娘もですね、なんかこの子供の、特有のものなのか、その突発性的なやつなのかね、ちょっとわかんないんですけれども、このもう数週間ぐらい、2、3日
熱が出て、で1日2日平熱に戻ってまた熱が出てとかの繰り返しをずっとしてたりとか、やっぱねちょっとどうしてもなんか痰がすごく詰まるみたいなので、夜中こう咳をね頻繁にするとかでこう心配だったりとか、その音を聞くとどうしてもね起きちゃうってところがあって、最近はですね、こう夜に編集をして子供が起きる頃にちょっと入れ替わり立ち替わりでね寝かしてもらって、撮影がある日はまあちょっと仮眠を取ってから撮影に行くみたいなスケジュール感になっております。まあなんかねこう今まではずっとこう朝方というかね普通に朝起きて、活動して夜に寝るって感じだったので、若干ね体が今ちょっとしんどいところがあってですね、肩こりとかもすごいんですけれども、皆さんですね、この季節の変わり目のせいなのか分かりませんけれども、なかなか世の中的にはですねこのちょっとした病みたいなのが流行ってるみたいですので、体調をお気をつけてくださいということで、こんな感じですかね本日は。はい、また次の動画でお会いしましょう。じゃあね、本当に雑談だな。